はい、ということでね、今回は新しく追加された武器、このホルガー26です。うるさいよ。はい、よし、ということでね、はい、気を取り直して、はい、ホルガー26、ライトマシンガンの方ですね、のコンバージョンキットが追加されたので使っていきたいと思います。はい、これはバトルパスでね、入手できるということで、まあ、誰でもですね、よいしょ、課金しなくても一応手に入れますと。はい、なんか、あ、こんな感じで、なんかもう、ライトマシンガンだけど60発しかなくて、ダメージが上がり、すべてどこに当たっていても同じダメージなんですよ。足に当たろうが、頭に当たろうが、足に当たろうが、胴体に当たろうが、手に当たろうが、すべて同じダメージで、連射速度がクソほど速い。1000です。はい。1000なんとかだったんだけど、その1000というのがどれだけ速いかというと、SMG のね、WSP あるじゃないですか。あれぐらい速いです。あれも1000ぐらいなんで。よいしょっと。まあ、てっきりね、なんだろう。この前紹介した、なんか、ちょっと情報が漏れていてカスタムゲームだけ使えた、ホルカー556のダブルパレルの、やつが来るかと思ったんですけど。よいしょ。てか、俺が見た、公式のサイトではないんですけど、情報サイトには、ホルガー556のアタッチメントが来るって言われてたんですけど、全然見つからなくて、なんやねんと思って、まさかと思ってね、ライトマシンガンの方を見たら、はい、ありました。ホルガー26の方にありましたね。全然使ってなかったんで、今、レベル上げ最中で、一応取ってるんですけども、まあ、強いですね。なんか、ライトマシンガン最近、あれだね、伸びてきたね。タックなんとかもそうだし、これもそうだし、もう強いですよ、全然。全然使える。何発ギルだったかな ?6、7発ギルですね。よいしょ。まあ、連射速度がめちゃくちゃ高いんで、重いサーマシンガン。重いあれみたいな感じです。重い WSP みたいな。よしよしよし。あと、意外と、ブレない。この武器。これ、ジャック BFP つけてないですよ。ジャック BFP つけてないで、結構、ブレないね。なんか使い勝手いいですね。だいぶ。よいしょ。まだね、全然レベルが今なんだ、あんまり上がっていないので、マズルとバレルつけてないんですよ。マズルってつけれなかった気がするんだけど、このコンバージョンキットの影響で。結構頭足にも、あと、あと、なんか、打ちまくってたら、銃口から火が出ると。はい。以上。銃口から火が出るだけなんだけど、それで敵を殺したりはできないんですけど。よいしょい。おい。よし。やばい。ちょっと。よし。あ、くそ。まあ、出てるでしょ、火が。OK。サイトはね、よいしょ、あった方がいいですね。はい。見づらいんで、サイトが。アイアンサイトが。てか、このね、今更なんですけど、このシステムめちゃくちゃいいですね。このコンバージョンキットっていう。武器の性能をガラッと変えてくれる。もうほとんど新武器追加みたいな感じじゃないですか。実質。結構変わるんで、性能が。それが1週間に1回バック大体来るのは、めちゃくちゃまあ、マンネリ化防止にはなってるのかなっていう。これが MW3 のいいとこですね。はい。まあね、強すぎるコンバージョンキットのせいで、やばいっていうのもあるんだけど、ヘイメーカーとかローコムとかね。はい。それがまあ、いい点かなって思います。60発じゃ足りないんだよな、でも。マガジンつけれたっけな。よいしょ。あのね、あれ、近距離でもね、普通になんかショットガンとかに勝てます。エイム合えば、普通に。
なんせ WSP と一緒だからな。 OK。 いや A にこもってんな。はいはい、通らさないよ。よいしょ。マジでこの武器マジでそのブレない、全然連射速度あるのに。あとダメージはまあね低いんだけども、足へのダメージがプラス 12% になってて、そもそもなんかあのアタッチメントつける時のあの特徴長所のところにあの手足へのダメージっていう項目があって 12% アップしてるんですよ手足が。それによって全ての部位、人間のどこに当たろうが威力が一緒ということでね、まあ、あんまエイム苦手な人におすすめできる武器かなと。なんか手足とか打っちゃうみたいな、うん、エイム苦手な人に、てか今見たらピングやば、遅延がやばいですね。まあ外人ロビーだねこれは、まあ、でその外人ロビーでも一応戦えているということで、はい、全然なんか今気づいたレベルでなんか遅延を感じないこの武器のおかげで。これがねあの連射速度低い武器だったら今の足んねえのかよとかなるけどね。まあそのこういうピン高いロビーは連射速度高い武器の方がいいですね、使ってて完全に。よいしょ。今回はね2種類追加されてるんで、武器がバトルライフルとこれ。アタッチメントはね、あんまりこの武器ね来ると思ってなかったから、ホルが556のアタッチメントだと思ってたから、ホルが26育ててなくてまだ全然レベル上がってないんだけど、まあ全然アタッチメントなくても強いですね普通に。まあコンバージョンキットさえね解除してしまえばあれなんで、レベルマックスにしなくても使えちゃうんでキットは。よし、ちょっと、ああ、ということでね、まあ、いいでしょう。ほとんどアタッチメントつけてない状態で、これだったら、うん。まあ、ホルガー26っていう武器は、全然誰にも注目されてなかったけど、まあ、これで少しは特徴が出たので、まあね、使う人も増えては来ないかもしんないけど、はい、まあ、一応こんな感じでね、普通にキルできますよという武器でした。皆さんもね、使ってみてください。おります。